きです。今からたった今見せたプリプラとアイカツの商品すべてを売りに行きたいと思います。なんと合計100点以上あります。高く売るにはやっぱりレアカードと限定カードが非常に過量にいると思うのでちょっと紹介したいと思います。まずはこちら、この以前も紹介したことあるプリパラナースコーデ限定セットです。これは最新発売されてまだ間もないプリパラポリス&ナースコーデセットの限定カード。このカード非常に高く売れると期待しております。そしてもう一つ期待するのはこちらですね、大会限定カードです。こちらハートアイデビルブルーレッドシュート、ブルーレッドシューズ、こちらのシューズも非常に鍵を握ります。大会限定ですからね。プリパラから鍵を握りそうなカードはこちら、はい、実はブライトワールドスカートは今のアイカツダンのプレミアのカードです。こちらのカードも非常に鍵を握ると思います。そしてこちらも鍵を握るのか、ビビットキスカラークロッシングデニム、こちらもレアカードなので非常に鍵を握ると思います。それでは私今から売りに行ってきます。はい、ドーンできました。それでは結果発表します。こちらですね、1320円でした。やはり今回売った中で一番大きかったのはこのブライトワールドスカート、このスカートが100円で売れたことが一番大きかったです。やはり最新弾のプレミアムレアは最も高値で買い取ってくれます。ですので皆さん、ダブったカードなどがあった場合はぜひ売ってみてください。そうすると結構お得ですよ。以上、ザッキーからでした。次回も売りたいものがあったらぜひ挑戦してみたいと思います。それではありがとうございました。